今日はですね、デモの清水勝友さんがウイサー来ていただいてますので、この機会にちょっといろいろとスキーを勉強してみたいと思います。そして、はい、よろしくお願いします。後ろにいるのはケビン・シュモールです。はい、はい、それではちょっとまず勝友さんにもうお任せしてビデオをちょっと回したいと思います。はい、後半に、はい、やっぱこう外スキーが流れてしまうと、はい、体の軸が伸びてしまって、次のターン行くのにやっぱり重心移動に、うん、スムーズさが欠けてしまう、はい、ということで、ターンの後半スキーと重心の距離を保つためにしっかりこう乗れる位置に行くエクササイズをちょっとやっていきたいと思います。そうすると今日はトランジションの腕替えのところがこうポイントっていう感じですから、そこに行くためにはこう、ここに行くためのやっぱりこうポジショニングを作っていきたいと思います、はい、上手な人はエッジを緩める動きから次の位置立てるまでって、ここがすごく滑らかなんで、はい、その辺をやっていきたいと思います、はい、じゃあそこ So when we do the transition before transition we need to make a good end of a turn. He gonna show usThe one of the exercise. じゃあ終わりをしっかりやるエクササイズですね。はい、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、それでは後半にしっかり乗るためのポジションを作る、エクササイズで、ストックをこうまとめて、できるだけ狭めに持ちます。で、この状態でターンの後半にかけて外側のグリップが前に出てくるように意識しましょう。その時に、はい、体を回して前に出すんじゃなくて、センターは、キープした状態で、体のセンターキープした状態で回して。So hold the ski pole very narrow, okay?、The between hand and hand is not wide. Yes. And at the end of a turn, keep center and moving. Okay. Yeah. Okay. こうすることによって、この外側の腰の下に必ず外側のアウトサイドスキーが来るんで、体重がすごく乗りやすいポジション。はい。っていうのができます。はい。これが、センターがずれてしまうと、腰が外れてしまって、インサイドスキーの上に。If center is moving、outside of your center position, is getting trouble because of、the hip moving. Yeah. Okay. これまず、低速からやっていきたいと思いますので、はい、ボーゲンの。ハの字の姿勢で、やっていってみましょう。はい、でこのセンターがずれないようにキープしながら OK、はい、ちょっといきますね。手のセンターがずれてないですね。イメージが
はい、外を下ろすイメージになってますよね。ああ。なんで、こう、フロントサイズ。So, outside ski pole, not much down. Keep almost same, just a... Yeah, yeah. Okay. A little bit okay, but not much. そんなに下げない方がいいってことですね。下げていい。あ、下げていい。下げていいんですけど、はい、この前に出るっていうのがすごく重要です。You can down the outside, but the most important thing is outside ski pole move to front side more. Yeah, yeah. 注意は、はい、回ってこない。もっと and, and keep center. Just hands is not moving. Just yeah, 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 yeah. Or not like okay. That's right. Yeah. Okay. One more.もう一回行ってみます。で、狭くすればするほど、芯が難しくなってくるんで。何すればするんですか？体の芯。はい。をキープするのが難しくなるんで、初めはちょっと広めが楽ですね。で、より、強いものに変えていくときは、手の幅を狭くして回してあげる。So, the beginning of this exercise,The wider hands is way easier. So, but when we will start to make more stronger between the hand and hands more narrow. So, if you try more wider, a little bit, then easier. Yeah. 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 Start. Whatever. Like, I mean, like, if it's wide, easy. Yeah. 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 若干ターンの後半にこのお尻にテンションが上がってると So end of a turn tension to your hip outside hip、はい、One more. はい、もう一回いきます。ちょっと今度狭めでいきます。はい、今度狭めでいきます、左側外側にあるもものところに重心がすごくこうテンションになってますね。はい。ちょっと今遠目ですけれども、もうかなり変わりましたね。あ、かなり変わりました。フォトスキーっていうのは、はい、内スキーよりもやっぱりこう距離、滑走距離がワンターンで長くなるんで、うん、そっちを働かせてあげることでパラレルスタンスがキープできる。はい。So outside ski is travel more than inside ski for sure. And this is good exercise. Always outside ski is travel more. はい。Very good. はい。じゃあパラレルで今度はやってみましょう。はい。So now we let's practice same thing as with a parallel stance. はい。OK.少しスピードのかかってるカービング系のそうですね。アグレッシブな感じですね。外腰と板がすべてこうスクエアに動いてる感じがよくわかります。ナイス。そして、カナダレベル4の、ケビン・シュモールです。誰かコメントあったら言ってくださいね、うん、もっとインサイドグリップを持ち上げてもいいかな、はい、あセンターはすごくキープできてて You did a keep a center? よかったんですけど That's good. インサイドとアウトサイドのこのストックの高さがもう少しこうインサイド and outside height make more difference like outside more down and inside, inside more up inside more up これが少しこうフラットフラット。So now it was a little close flat so, so try to make a little more Yeah, exactly.It's way better. そうすると多分今までに感じたことないぐらいこうグリップ感だったり Maybe you have a feel more grip compared to before yeah. Yeah.、Okay. 出てきます、はい、もう一回 Let's do one more time One more time, okay, okay.
はい、ちょっとガスがかかってるんですけども、この外側のスキーが外越しとしっかり一緒に動いてくる。はい。おー、切れてますね。It's good. It's good. It's good, though. More tension, more like energy. エナジー。Yeah. そうです。あの本当に今まで多分感じたことないプレッシャーとかパワーを感じることができるエクササイズになるんで。はい。ストック普通に持った時に同じテンションが自分にもらえるようになってくると板がすごくいい動きしてくんで、それが板が走るっていう。うん。So when holder pull, if we have a same tension as this exercise, that'd be great. I will try. Okay, thank you very much. And last one, I'd like to take a video for good normal carving, both of you. That's okay. スムーズなトランジションですね。そして最後にしっかりと地面に近づいてます。ナイスキー。Thank you. いいね。ナイス。ナイス。ナイス。おお。おお。そう、少しカツさんと比べるとその縦めのカナディアンラインですね。はい。Okay. That's good job. ありがとうございました。あれですね、やっぱり僕との違い、ライン取りの違いに関しては、はい、どこで一番ピークを作るかなんですよね、うん、はい、僕の場合もう少し遅めにピークを作るようなイメージで重心を落としていくんで、はい、やっぱり横へ板が動く量が多くなるんですけど、はいはい、彼の場合はやっぱ若干早めにピークを作るんで、はい、縦に動く量が、はいはい、多くなる分やっぱスペースの違いと落差の違いが、なるほど、はい、出てくるんで、はい、僕のおすすめはウィスラーではちょっと縦めにしといた方がいいです。今みたいな感じですね。そう、今みたいな感じ、はいはい、ウィスラーライン、はい、So that's good. Both of you are like a gray skiing. Just he was talking about like a line is different. Katsu more cross the hill. Your line is a w h i s t l e line, not much cross the hill. It's a just timing is different. That's great skiing. Anyway. はい、今日はですね、清水カスタムプロ、デモによる、どのようにして、ターンの終わりに、しっかり乗っていくかというエクササイズを、ご紹介いただきました。簡単にやるには少し手を離して、行い、だんだんとアグレッシブに強くしていくなら、手と手の間を狭くして行って、このような形で、はい、外足の腰のも一緒に動いていくというような、そのスキーをスクエアにしていく、そこの意識を持っていただければと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。さよなら。さよなら。バイバイ。